はい、今回も、僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあそれでは、前回の続きです。大西竜平五段対山下敬吾九段の一局を、見ていきたいと思います。はい、今ね、ここシチョウを追っかけたところなんですね。はい、それに対してこう並びました。ここで山下さんが39分の長考で、ここに打ちましたね。はい、でこうなって、まあ、ここにシチョウのね、利きがあるので白は抵抗できないっていう打ち方なんですね。はい、でこうやって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 次となる変化となりましたね。ここを取って、ここをその代わり、振り替わりになったと。 はい、ただここでですね、AI の評価がありまして、ここでわざとね、こうやる変化が AI が推奨してたみたいです。ちょっと人間にはね、気づかない打ち方だったんですが、こうやってこうね、追っかけ、これがね、もう普通はね、人間の読み筋で、まあ、もしこうやるとね、こうやって当たりが効きますから、こうシチョウで取られてしまうと。いうことでね、もう読みをね、中断しちゃいがちなんですけど、ここで AI はこう取りまして、こうやって、これも取りまして、このね、主張にこれは捨てて、こうやれば、実はね、白は悪くなかったっていう、評価だったんですね。はい、これはもうね、主張こんな取られたらね、普通悪いと思いますから、人間はちょっと気づきませんでしたよね。はい、まさかのね、変化があったんですね。はい、こう取ってしまえば、白は苦しいですね。はい、あとは白は、安全にね。ここから大西さんの硬さが見どころです。はい、はい、硬さがすごいと。この碁は絶対に落とさないという気持ちを感じると言われてますね。はい、はい、あとはね、紛れを起こさないように打つことですね。はい、これはつなぐんですね。そうですね。で、つけまして、はい、まあ、たまたまね、大西さんの碁をね、見る機会が続いていますね。この前の NHK 杯も、大西さんでしたしね。この羽も硬いですね。この辺りでは、まあ、全然つけていってもね、大丈夫なんですけど。これはまあ、まず大体先手なんですかね。カケツガれてしまうと、何かと味が残ると。で、これで隅は行きました。この次も硬いですね。で、白はこのように目いっぱい、この飛びからね、ツケがいい手ですね。これもしこうやって出切ってしまうと、ああ、まあまあ、これも伸びもありそうですけど、まあ、最悪ね、こっからこう取れますもんね。で、白はこのように打って、鳥の竹歩。
がっちりと受けました。はい、こういう手もね、うるさいですよね。はい、下がりで対応しました。うん、本当にそうですね、何もやりませんね。まあ、これはまあ時間つなぎみたいな手でもありますね。はい、のぞきはつなぎとこの羽が見合いで、白もこれ唯一この手段で守ることができます。この時に置きましたか。はい、これはこれで大丈夫なんですね。はい、まあ、これね、まあ、助ける手が、まあ、先手ですからね、大きい手を、まあ、ここも大きいですからね。はい、まあ、こうですけど。このコウはね、大きいですね。まあ、黒もちょっと、このコウは、まあ、ちょっと争いたいですね。ここ跳ねます。しばらくね、ちょっとこのコウが続いています。はい、ここで手を打ちましたね。白は抜きになりまして出たと。はい、で桂馬にしました。はい、そうですね、まあもうこの辺りまで来ると、まあ盤面15目ぐらい離れていまして、黒ががっつりねリードを守ったっていう碁ですね。はい、そうですね、この碁は見事に、はい、強敵のね山下さんを、倒した一局となりました。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。